ラッセビゲン・クリステンセンは、デンマークエスヴィアウ出身のプロサッカー選手。SV ズルテワレヘム所属。ポジションは MF。地元クラブのエスヴィアウ FB でプレーを始めた。エスヴィアウ在籍中に、アーセナル FC のトライアルを受けたが、契約には至らず FC ミッティランのアカデミーに移籍した。2011年11月、再び、イングランドに渡りフラム FC のトライアルを受けた。 1>, 1ヶ月間、無事トライアルに合格し正式にフラムに加入した。2013年1月の FA カップの理事、シティ FC 戦でプロデビュー。最初の2シーズンは、それなりに出場機会を得ていたものの、2016から17シーズンに入ると出場機会が激減。出場機会の確保のため、冬の遺跡ウィンドウで、バートン・アルビオン FC にレンタルで加入した。 2017年7月、ブレンビー・イーフに移籍。2020から21シーズンは、リーグ優勝を経験した。2021年7月、SV ズルテ・ワリヘムと契約した。ユース年代のデンマーク代表歴がある。2016年5月、リオ五輪への招集がかかったが、フラムのスラビシャ・ヨカノビッチ監督が派遣を拒否したことで、 登録メンバーから漏れた。2015年6月、A 代表初招集。直後のモンテネグロ戦でベンチ入りしたが、出番はなかった。ありがとうございます。